ビームシャムシェルジャンガバハドゥルラナビームシャムシェルジャンガバハドゥルラナはネパール王国の政治家首相1929年11月26日から1932年9月1日まで首相を務めている1862年7月17日ディールシャムシェルラナのムツオとして生まれた1929年11月26日兄 チャンドラ・シャムシェル・ジャンガバ・ハドゥル・ラナが死亡したことにより、継承順位に従って、首相の座についた。チャンドラは、自分の息子もハン・ババルの継承順位を早めようとしていたが、兄、デーブを失脚させるにあたり、協力を仰いだ弟らに、弟たちへの継承順位を遵守するという、先制分を与えていたため、ビームが首相位を継承できた。この時ビームは64歳であった。ビームは、 歴代ラナ家の首相と同じように私服を肥やしたばかりか、自分の息子や孫のため大宮殿も建設した。また、首相の継承順位に自身の息子を含め一族の諸子たちを加えた。だが、チャンドラに抑圧されていた人々がハンラー運動を始めたのもこの時代であり、1931年にはラナ家抹殺の計画が未遂に終わっている。1932年9月1日、 ビームは死亡し、重定重ったシャムシルジャンガバハドゥルラナが首相となった。ありがとうございます。